はい、こんにちは。長野インターネット補助局と申します。こんにちは。こんにちは。門前プラザの前でにあります一角のビルの1階にありますコーヒーナップ専門店に来ております。コーヒーナップといえばちょっと聞き慣れない内容なんですけども、その辺ちょっと詳しく山本さんにお聞きしたいと思います。こんにちは。自己紹介お願いします。ソルリコーヒーナップ専門店、ソルリブレのオーナーをしております山本と申します。どんなお店なんでしょうか？そうですね、コーヒーナップというとまだ、聞き慣れない言葉かなと思うんですけども、簡単に言いますとコーヒーとですね、飲料のコーヒーと、ナップ、お昼寝ですね、を一緒にこう取っていただくことで、目覚めた後の健康効果を期待できるようなサービスをご提供しております。なるほど。このお店のお名前っていうのはちょっと、なかなか何語なんですよ。何語なんですかこれは？それぞれスペイン語になりますね。スペイン語、はい、どんな意味なんですか？ソルはですね、お店のロゴにもなっております太陽をモチーフにしております、リブレはですね、同じくスペイン語で、自由という意味の言葉単語になります。日中そのいろんな睡眠がうまく取れなくてですね、うまく過ごせないような方々に、こう自由に生活を過ごしていただきたいなっていう思いも込めて、こういった店名になっております。そういう思いになったっていうことは何かあったんですよか？そうですね、僕自身も以前都内のですね、IT のお仕事をしてたんですけども、お仕事がやっぱり忙しくてですね、うまく休憩をすることができなかったりですとか、仕事にこう追われて睡眠を取ることがうまくできなくて、で結果的にその寝れないまま次の仕事に行って、でうまくその成果が上がらなくてっていうその、辛い経験があったんですよね。でそういったことがあって、僕と同じようなことを経験されてる方って、長野県内にも大勢いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに考えまして、そういった方々のこう役に立てるようなお店を自分でも作りたいなという思いで、今回のお店のですね、起業に至りました。睡眠がその十分でないっていう寝不足の人っていうのはいっぱいいらっしゃると思うんですよね、でも家で休もうと思ってもなかなか休めないっていう人もいると思うんですよね、そういう人たちが自由にその仕事中に来れるんですよ。なかなかその仕事の、職場の会社のルールですとか、ご自宅がこうちょっと歩いてくるには遠かったりとか、いろんなこう理由でなかなかその、すぐ来れるっていうのはすぐには難しいかもしれないんですけども、コーヒーナップっていうこともまだまだその聞き慣れない健康法ではありますので、ご自宅でもそのリフレッシュ効果をこう高める方法ですとか、そういったものもアドバイスさせていただくことももちろんありますね、なるほど。コーヒーを飲んで眠るっていうのはちょっとなんか普通の常識と逆行してるかなと思うんですけども、その辺はどうなんでしょうか？そうですね、一般的にコーヒーに含まれるカフェインというものはですね、お飲みいただいてからすぐに効いてくるわけではないんですね。実際コーヒーを飲んでからですね、20分から30分ぐらい、個人差はどうしてもあるんですけども、時間差があります。でその中でその間にコーヒーが効いてくる間にそのお昼寝をするようなもののコーヒーナップというふうに言うんですよ。それがその充実した睡眠をとる方法なんでしょうか？はい、上手にお昼寝をとっていただくことで夜にちゃんとですね寝れるようになるような効果も期待できまして、正しい睡眠サイクルを維持するためにですねお昼寝っていうのはすごく健康的だ、効果的だということは言われています。ちょっとそのコースにもありますけども、コースちょっと説明してもらえますか？はい、当店はですね、30分から120分までのコース、4つですね、ご用意しております。その日の体調ですとか、当店に来店する前にコーヒーを飲んだかどうかで、コースの時間というのは変わってくるんですけども、一般的にコーヒーナップは、時間が長ければ長くなるほどですね、途中、覚醒効果が出てきてしまうので、本当に疲労回復をしたいということであれば30分ぐらいのコースを通常お勧めしております。アカウントっていうんですか、それちょっと説明していただけますかね。はい、当店ではですね、LINE の公式アカウントというものを作成しています。LINE のね、コーヒーナップ
ってどういったものなのかとか、そのコーヒーナップをすることで得られるようなメリットといったものをですね、分かりやすく説明するような、まあ、会員カードのようなものだと思っていただければいいんですけども、お得なクーポンとかキャンペーンの情報ですとか、まあ、睡眠をこう質を高めるための情報ですとか、そういったものをこう情報発信というのをしております。まあ、中にはその睡眠に関する相談というのもいただいておりまして、あのコンサルティングのようなこともしておりますね。当店ではですね、あの睡眠に対して不安を抱えている方ですとか、まあ、ご自身の睡眠の環境といったものをこう知りたいという方向けにですね、あの個別のコンサルティングを行っています。なるほど。でそういったあの睡眠の状況を知るためにですね、最新の睡眠グッズを取り扱っておりまして、こういったものですと光の目覚まし時計ですとか、光で、そうですね、目覚ましになるんですか。一般的にその音の鳴る目覚ましが一般的だとは思うんですけども、うん、光でこう起きることで自然とこう目覚められるような、あの目覚まし時計になります。そしてこちらはあのヘッドバンドですね、はいはい、あの頭につけていただくんですけども、ヘッドバンドからあの脳波を計測して、はいはいはい、睡眠の深さですとか、はいはい、周期といったものをこう数値化することができます。で、なるほど、自分の睡眠が何点満点なのかといったのが数字でこう出てくるので、うん、とてもこう視覚的に分かりやすく自分の眠りというのを知ることができます。こちらはそしてあのいびきの防止ベルトになります。いびきすごい、はい、あの腰にこう巻いていただくようなベルトなんですけども、はい、まあ、自然とこう姿勢をですね、はい、あのいびきをかきにくいような、腰に巻くんですか。そうですね、口に巻くんじゃなくて、はい、はい、そうです。巻いていただくことであのいびきをかきにくいような姿勢というのを自然としてくれますので、あの、まあ、正しい姿勢でですねお休みいただくことができると思います。あのご自身のこう睡眠をこう知るっていう上でですね、あの個別のコンサルティングを受けていただきますと、あの月額5000円であの全てこう使い放題になりますので。毎日っていうかレンタルできるんですか。そうですね、毎日レンタルすることができますね。まあ、1日じゃ分かんないから。そうです ね何日かやるってこともありますしね、最低でも1週間以上のご使用っていうのをお勧めしております。なるほど。その中でその自分の情報っていうのを計測できますので、その上であの改めてコンサルアドバイスとか、あの睡眠相談ということで、はい、対応しております。コーヒーの方お持ちしました。じゃあこれ飲めばいいんですか。そうですね、あのコーヒーナップというのはですね、はい、寝る前にあのコーヒーを飲みいただくようなサービスになりますので、はい、まずコーヒーを飲みいただきまして、はい、それから30分の、あ、それから30分、そうですね、お昼寝をしていただきます。なるほど。で起きた後にもう一杯アドリックでコーヒーセットになっておりますので、はい、まずはゆっくりお薬ください。はい、ありがとうございます、はい、あ、なんかチョコレートありますけど、あ、こちらサービスになっておりますので、これ食べてもいいんですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。お時間になります。はい、はい、お疲れ様でした。よく寝れましたか。はい、あ、よかったです。はい、もしですね、あの寝れないという方場合でもあっても、こう目を閉じていただくだけでもあの十分なですね、リラックス効果が期待できますので。あ、目閉じてるだけでも。ええ、そうですね、あの、あ、そんな感じだったかもしれない。あ、そうなんですね。それでも大丈夫ですよ。あ、そうですか。はい、どうもありがとうございました。 ありがとうございました。これ戦えた時はびっくりしました。あ、そうですね、こちらの、猫のですね吸盤を使って、あのお客様のですねあの肩をトントンさせていただいております。知りませんでした。これが30分ですね。はい、こちら30分になりますね。素晴らしい。当店でですね、お出ししているコーヒーがジオグラフィーというコーヒー焙煎の専門店さんから仕入れをしておりますので、でこちらのコーヒー豆を毎日日替わりでご提供しております。日替わりなんですね。はい、今日は何だったんですか。今日はですね、あのこちらの、今日はこちらのですね、はい、タンザニアのコーヒーをですね、うん、ご提供しておりました。なるほど。せっかくあのリラックスした環境でお休みいただいておりますので、美味しいコーヒーを ご提供したいということで、あのこちら あの豆の方ですね、はい、日々あの提供しております。なるほど。じゃあ
コーヒーの豆もちょっと楽しみかなっていうところですかね。そうですね、あの、はい、お休みいただくだけではなくてですね、あのコーヒー、美味しいコーヒーを飲みたいというお客様も、はい、大勢いらっしゃいますので、はい、ぜひあのコーヒーの方もあの楽しみにしていただけたらありがたいなと考えております。ありがとうございました。ありがとうございました。